でだ夜の11時以降、お兄さんお姉さんスマホ見てないですか？夜の11時から朝の4時の間に強い光を見ると自分のドーパミンの流れが流れにくくなってムードが落ちてくる、そしてフォーカス集中力が落ちるっていうデータが実はあるんです。でこれはねもちろんね僕は誰から学んだのかって言ったらね、ドクターヒューバーマン博士、ありがとうドクターヒューバーマン、ね、スタンファード大学のドクターヒューバーマンことなんだけど、彼から学んだんだけど、本当に夜11時以降ね、また朝の4時の間に強い光を浴びるとドーパミンの流れが悪くなって本当にこれ体に悪いのよ。で集中力が落ちて自分のムードが落ちてくるっていうデータがマジあるんだよね。だから今日紹介したいのはちょっとねこれ iPhone 寄りなんだけど、 iPhone の人たちができるんだけど、このサイドボタンっていうのがあるんだけど、これを3回押すとパッパッパッってやるとなんとスクリーンが赤くなるのね。だから夜スマホ見ないといけないとか、なんか勉強するとかわかんないけどね、ちょっとスマホ見ないときにこのねショートカットをやるとなんと赤いスクリーンでスマホを見れるから、この目にね脳にダメージ、このドーパミンのダメージが出ないっていう事実をみんなに紹介したいんですよね。これ面白いのよ本当に。特に夜11時以降は本当に気をつけた方がいい。本当はできれば夜8時以降からは気をつけてもらいたいんだけど、これはちょっと難しいよ ね。どういうことかっていうと、このねデイビッド・バーマン博士が、発見したんですけれども、なんとですね僕たちの、脳の中には、これすごい難しい言葉でね、メラノブシン神経物質細胞っていうのがあるんですよ。これは目の中に入っていて、で脳とつながっているのね。だから一応脳みその一部だって僕は理解している。ごめんねこれもちょっと間違ってたら誰かコメントで教えてください。これ結構で何をやっているのかっていうと、これが脳の中で何をやっているのかっていうと、僕たちの、サーカディアン、これ何て言うの、英語にするとサーカディアンクロック、ね、日本語でサーカディアンクロックっていうのがあるわけよね、サーカディアンクロック。これはその体の消化とかメロトニンが流れる、ね、夜眠くなるのはメロトニンじゃん、ね、そのメロトニンのいつリリースされるのかっていうのをコントロールしたり、すごい影響を自分の体の24時間クロック、時計、体の時計をなんかキープしてくれるんだよね。でなんと夜に光を見るとこのクロックが、あまだ朝じゃんみたいな感じになってすごいずれ始めるわけよ。で体って寝ないといけない、休まないといけないから、このなんていうのかな、これが崩れていくと自分の集中力が減ってきたりするわけよ本当にね。だから本当になんかね、受験生の人たちとかテストがあるとか、なんか、ね、会社で本当にマジ大切なプロジェクトがあるんだったら、ね、特にクリエイティブとかそういうのやらないといけないんだったら、マジちょっとこのお話を本当に聞いてもらいたいんですよ、ね、で面白いのはこれ、ちょっと面白いのがね、夜8時以降、実はろうそくの光を見ても大丈夫なの ね。LED とか、ね、テレビとか、ね、そういうなんか照明は、ね、普通の照明は、ね、日光の光に似ているのね。だから自分の脳は、僕たちの脳は、あまだ朝じゃん、まだ光じゃんって言って起きてないとってなるわけよ、ね、でも不思議なのはろうそくとかキャンプファイヤーね、焚き火の日とかは、ね、焚き火キャンプファイヤーは、ね、この影響しないのよ、ね、でもう一つ、ね、これ面白いのは、ね、目の中に光が入ってくるのはなんか上の部分と下の部分っていうのがあるんだって。で光が 下から上がってくるとそこまで影響が出ないっていうデータもあるんだよね。面白いよ ね。だから太陽が上にあるから、こうやって上から光が入ってくるともっと脳が、あまだ起きないとって、だからこのメロトニンをリリースするっていうのが遅れてきたり、なんか崩れてくるわけよ ね。でその下からの光はそこまで悪くないんだけど、できればそれも防いだ方がいい、 NG にした方がいいっていうことなんですよ。だから特に夜の11時以降になんかすごいなんか照明がピカピカ入ってる、例えばさ電車の中とかね、地下鉄サブウェイとかすごい光があるじゃんね、ああいうのはすごい夜の11時以降はもし自分のフォーカスをピークフォーカスキープしたいんだったらそれは防いだ方がいい。だから本当に夜11時以降はスマホのスクリーンも見ない方がいいのよ。でもうちょっと面白いのがあるのね。でどうやったら自分のこのサーカディアンクロックっていうのをね普通にするのか、
だから自分のなんか睡眠ってすっごい体に大切なことだから、自分のフォーカスとかね、ムードね、落ち込まないとか鬱っぽくならないとかね、そのためにすごい大切なことで、じゃあどうやったらね、こうやって早寝早起きできるのかって、で早起きはそこまで重要じゃないっていう感じみたいなのね。別に早起きしないといけないっていうのはどこにもないわけよ。でも大切なのは同じ時間に起きるっていうのは大切らしいんだけど、ちょっとそれはちょっと置いといて、今から話したいのはね、朝起きたらマジ外に行って太陽のサンライズを見ると、太陽のサンライズってちょっと黄色とか赤っぽくなってるじゃん、ピンクとかね、あの光が目に入ってくると、この目がその光だって、あ、これ朝だって脳に情報を送るんやって、その脳がその情報をキャッチするのかな、まあまあそれ脳が、あ、これ朝だってなるわけよ。だからメロトニンをリリースするのはこの何十時間後だよねとか何時間後だよねっていうのが脳で自然にやってくれるのよね。でサンセットってあるじゃん。日の出のサンセットやな。サンセットもね、不思議なことがあって、そのサンセットを見るとピンクとか黄色になってるじゃん。あれも脳にシグナルをやって、今サンセットの時間だな、そろそろ夜になるなって言って、このメラトニンの準備とかの、なんかそういう情報をなんか脳に送ってくれるのね。で、ここで大切なのは、窓を通して見ちゃダメなのよ。窓を通して見るとなんか50倍この光が目に入らなくなるんだって。なので窓を開けて、または外に行って、だから体ね、朝起きたらこのサンライズを見るっていう方が、運動するっていう、それより体をもっと早くウェイクアップさせてくれるわけよ。起こしてくれるのね。で僕のおすすめは、本当になんか夜寝るのが難しい人ね、またはその朝起きるのがちょっと難しいっていう時はね、ぜひ朝起きたら、ね、サンライズを、日の出を生の目で、本当に2分から10分だけでいいから、ちょっとした散歩とかちょっと外で立ってるっていうだけでいいから、2分から10分生の目でサンライズを見ることで、できればサンセットも見て、ね、生の目でサングラス外して、でちょっと仕事中でもなんかちょっと散歩行ったりとかね。で 窓があると、窓がなんかすごいブロックするから、窓なしで生の目で見てください。All right。で、なんか今日ちょっといっぱい日本語噛んでるね。ね、実はですね、この今日の撮影日の1週間ちょい前にですね、僕、2人目の息子が生まれたんですよ。だからちょっと個人的にもね、僕の睡眠のリズムはちょっと崩れてて、うーってなってて、で、ちょっとお休み、仕事のお休みとかいただいててね、日本語を数週間話してなかったんですよ。面白いよね。日本語数週間話さないとね、日本語忘れてくるんだよね。面白い。で、日本語ずっと話してると、今度英語忘れてくるんだよね。面白い。Alright. それではですね、ちょっと iPhone のね、どうやって赤いスクリーンを作るのかっていうのを説明したいなと思っております。でね、これね、ちょっとね、見ながらやるの難しいと思うから、一応説明文章をこの動画の下に入れているので、ぜひなんか後から見ていただければ、幸いです。何をやるかっていうと、2つのステップをやるのね。まず最初やるのが、このサイドボタンのショートカットっていうのがあるのね。これをトリプルクリック3回押すと、ショートカットにすることができるんですよ。まずこのショートカットの設定をやります。で、次に何をやるのかっていうと、その明るさ、スクリーンを赤くするっていう作業をやるんだよね。だからちょっと2ステップになるのね。なので、まず最初にやっていくのは、ショートカットを作っていきます。で、ショートカットの作り方は、設定に入って、で、ちょっと下に行くと、アクセサビリティっていうのがあるじゃん。ね。これをクリックするわけよ。で、アクセサビリティの一番下に行くと、ショートカットっていうのがあるのね。ショートカット。これ。で、これを、カラーフィルターにしてください。これ。ね。で、はい、イエーイ、一回終わり。で、今度、これ、ステップ1、終わりです。で、次、ステップ2がですね、このまま、このテキストサイズってあるじゃん、画面表示とテキストサイズ、これをクリックするのよ。で、ちょっと下の方に行って、カラーフィルターっていうのがあるじゃん、これ。これをクリックするのよ。で、これ、オンにして、で、一番下のこの色合いっていうのをセレクトしてください。で、これをもう、わ、これね、もう、ガーンって右に上げちゃって、両方とも。うん。で、なんと、ね、見てみて、これ。なんと、これを、右を3回クリックするやろ。パンパンパン、オフ、オン、
オフみたいな感じで使えるんだよね。だから本当にね、僕ね、これ夜なんかさ、奥さんが寝ている時に部屋に入らないといけない時とかあるじゃん。パンパンパン。はい、これ赤いフラッシュライトです。本当にね、赤い光が目にね、夜11時以降でも影響をそこまで出さないから、ぜひね、このね、ハックじゃないけど、このね、これをやって皆さんもね、はい、皆さんもね、なんかこういうね、赤いスクリーンで、ちょっと夜ね、やって試していただければと思います。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. 本当にこのビデオ最後まで見てね、聞いてくれて本当にありがとうございました。Alright, you guys, I'll see you next Sunday. また日曜日ね、来週の日曜日、サザエさんの時間に、新しいビデオをアップしますので、I'll see you next week. じゃあね、ありがとう。